迷走地図は、松本清張の長編小説、朝日新聞に連載され、1983年8月に、新潮社から単行本が刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。議員秘書など主に裏方の視点から、永田町に住む、人々の生態を描き話題を呼んだ、ポリティカルフィクション。1983年に、松竹で映画化。1992年にテレビドラマ化されている。国会議事堂級衆議院第1議員会館現在の赤坂議員宿舎国会議員から雇われ運転手、院内紙記者に至るまで多種多様な人種が利権、利得を求めてうごめく永田町界隈。与党、正則党内では最大派閥の領袖で現総裁の桂重信から第2派閥である寺西派の領袖。寺西正武への政権禅譲が噂されていた。党内の政策集団、革新クラブのホープと目され、女性ファンも多い二世議員の河村正明は、パーティー中の演説で、政権のたらい回しを痛烈に批判する。しかし、スピーチの台本は、河村の私設秘書、鍋谷健三が、政治家の大作家として知られる、土井信之に注文して作らせたものであった。女性問題の発覚を切り抜けた河村は、パーティーに顔を見せた高級クラブのママ、織部聡子に目をつけ、フランス製の高級ハンドバッグを餌に攻略を狙う。しかし、知られざる、使命を帯びていた聡子は、南青山にある、寺西正武の邸宅で、寺西夫人、文子と秘書、外浦拓郎の介在する中、河村の送ったハンドバッグを使い、大金を受領していた。その後、外浦は、寺西の秘書を辞し、大学の後輩である土井に、貸金庫のキーを託し、南米、チリへ去ったが、金庫に隠されたものの正体は何か。事件の背後にある、政界関係者の思惑は、鍋谷健三河村議員の私設秘書、実質的な参謀役、九州出身で、世田谷区松原在住、下積みが長い、土井信之永田町のホテルに、事務所を持つライター。全共闘運動に関わった過去を持つが、現在は政治家の大作家、東大法学部中退、西田八郎衆議院院内紙の記者だが、実際は新聞を持たない情報や、死を心の支えにしている。河村正明若手二世議員、第三派閥の板倉大輔派に所属、39歳、織部聡子銀座の会員制高級ナイトクラブ、織部のママ。目黒区青葉台在住、佐伯正子土井の雇っている速記者。外浦拓郎寺西正武の私設秘書、元経済新聞記者。土井の10年先輩にあたる、48歳。外浦節子外浦拓郎の妻。寺西文子寺西正武の妻。1983年10月22日公開。制作は松竹、キリプロダクション、配給は松竹。監督の野村義太郎により、フォーカスやフライデーのようなやじ馬的視点から描く姿勢のもと制作された。原作では人物関係の全貌はかなり後になってから徐々に明かされていくのに対し、本映画では早い段階で全体像を明らかにする構成が取られている。与党内の大派閥の一つを牛耳る寺西は、文子夫人と秘書、外浦に支えられて、現首相の桂から政権を譲り受けようというところである。ところが、桂が引き続き、自政権を担当する。桂内閣の通商産業大臣、寺西派領袖、寺西の妻、公私ともに、寺西を支える女傑、寺西の私設秘書、外浦の妻、クラブ、織部のママ、二世代議士、党内最小派閥、革新クラブリーダー、河村の妻、河村の秘書、河村の父の代から使える、タレント議員、カバンを拾った男、クラブ、織部のホステス、東方開発会長、寺西の財界の後ろ盾、ゴーストライター、土井のアシスタント、統制庁会長、板倉派領袖、桂内閣の法務大臣、寺西派の座長で、元警察庁長官、内閣総理大臣、党内最大派閥、桂派領袖、京都の金貸、他1992年3月30日、TBS 系列の月曜ドラマスペシャル枠で放送。松本清張生前に制作、放映された最後のテレビドラマ作品、ロサンゼルスでのロケを実施している、俳優、若山富三郎にとっても本作が遺作となった。他、ありがとうございます。